大国主の国づくりとは、日本神話での大国主の吉原中国の国づくりのこと。大国主が出雲の見本岬にいた時、ガの川を丸はぎにして衣服とする小さな神が海の彼方から天のラマ船に乗って現れた。大国主名大国主はその小さな神に名を尋ねたが、答えがなく、従者もその名を知らなかった。そこに、引き返るのたじくひさが現れて、 これは久しのべび子なら知っているでしょうと言った。久しのべび子に尋ねると、その神は、神結び人の巫女の証明彦名な神であると答えた。久しのべび子は、山田のかかしで、歩行できないが、天下のことは何でも知っている神である。神結び人は、証明彦名を、自分のこと認め、証明彦名に大国主と一緒に国づくりをするように、言った。 大国主と照明彦名は協力して、吉原中国の国づくりを行った。その後、照明彦名は常世に去った。大国主は、これから一人でどうやって、国を作ればよいのかと言った。その時、海を照らしてやってくる神がいた。その神は、我は、汝の幸い魂、気魂である。丁重に私を祀れば、国づくりに協力しようと言った。 どう祭るのかと問うと、大和国の東の山の上に祭るよう答えた。この神は、現在御所山に鎮座する神である。日本書紀第八段一章、第六に、大名虫の命と、少なび粉の命は協力して天下を営んだ。この世の人々や、家畜のために、病の治療法を定め、鳥獣や、昆虫の害を払うために、金銘等包囲を定めた。 以来人々は皆その恩恵をこむっているとあり、まずに真を医がみ、濃厚みとして解説する。続いて、大名討ちの命は少なびこなの命に、我らの作り四国はよくなせりと言えるかと語った。少なびこなの命は、なせるあれば、ならざるもありと答え、この会話の後、少なびこなの命は、熊野のお岬にいて、ついに、 常世里ザトに適式、または、淡島に行き、俗境に登ったところ、はじかれとこよザに渡り着いたとも言うとあり、古事記より細かい描写がなされる。なお、これ以降、大名ナムの命が、大名ナムの人と、継承が変わる。その後、国の中の未完成なところを、大名ナムの人は一人でよく巡りつくり、そして、出雲国に至る。言葉に出して、 そもそも吉原中国は最初より荒のぎびたあり、岩や草木に至るまでことごとくよく強く防止。しかし、私が砕き伏せは従わざるなしと言った。そして続けて、今この国を、リムルは私一心だけだ。私と共に天下をリムべき者は、果たしているかと言ったとある。古事記とは違い、少なびこなの命が、常よ里に渡った後に、 オーナムチの命は単身で、吉原中国の国づくりを行っている。その後は、古事記と同様に、輝く幸魂喜魂と遭遇する。その神が、大宮の神なりとある。最後に少なびこなの命と遭遇するシーンとなり、はじめ、オーナムチの人が国を平らげ出雲国の五十教教のオバマで飲食しようとしたとき、会場から人の声がした。 驚いて探したが、どこにも姿が見えない。しばらくして、一人の子男が白、おさむの皮を船とし、味噌サザイの羽を衣として、塩水の隅に浮かんでやってきたとあり、古事記とは、描写が異なる。そして、大ーナムのノが手のひらに取り起きてもて遊ぶと、飛び跳ねてその方をついた。そこで、その物色を奇妙に思い、使いを使わし天人に報告した。 すると、高見結び村が、私が産んだ子は千五百柱もいるが、その中の一人は、とても悪くて、教えに従わなかった。指の間から漏れ落ちたのが、きっと彼だろう。よろしくめでて、これを、要せと答えたとあり、これが、少なび粉の命であるとある。古事記と大きく違うのが、神結びの村の子でなく、高見結び村の子となることと、 久しのベび子は存在しないことである。ありがとうございます。